やるじゃないか、せがれ殿。ならば我が幻を惑え、楽しんでおくれ。私のためそなたは戦ってくれた。捨ておくことなどできるものか。狼よ、我が血と共に生きてくれ。さん、どうやら古い記憶が目覚めたようじゃな。ああ、巫女様を見た。そうかい。司祭は聞かぬし、語りもするな。見えたものは己の内に留めておくもんじゃ。武士殿はそこの仏で何かが見えたのか。お前さん、人の話を聞いてたか。どうなのだ。炎じゃ。炎、何を備えようとも
それしか見えん。一面のアシナを焼き尽くすような炎。それはこの話はしまいじゃ。わしが掘る仏はどうやったって怒り顔だ。業深い者はそうなる。お前さんもいつか掘ってみればわかるだろうさ。それで何か用か。お前さんを拾ってから随分経つが、主の主はまだ生きておるぞ。アシナの城で囚われとなっている。だがすぐにもその血を利用されちまうだろう。お前さんを見ればその価値は十分にあろうというものじゃ。そいつは忍び義手、石腕の狼にはおあつらえ向きの牙じゃろうて。任務を見つけたらわしのところに持ってくるがいい。忍び義手に仕込んでやる。そうすりゃその義手のありがたみがわかるじゃろうさ。竜印、そう呼ばれる特別な血があるという。主の主はそれを持っておる。故につけ狙われる。お前さんの体が妙なことになっておるのもそのせいかもしれぬな。ではな、また久しくらいなら貸してやろう。狼殿、かつてアシナに竜害が広まったことがあったといいます。その時は治すことがかなわず、助かる者はなかったそうです。そうか。わ、ではまた。